名門、第三野球部は、週刊少年マガジンに連載されていた、むつとしゆき原作の漫画作品、もしくは、それを原作とした、テレビアニメ。1989年8月8日には、バンダイによって、ゲーム化もされた。この漫画の実質的な続編として、上を向いて歩こう、復活。第三野球部がある。名門、桜高校野球部の三軍通称、 第三野球部のヒノキアスナロとその仲間たちの挑戦と成長を描いた野球漫画。それまで、お色気ギャグ漫画を中心に執筆していた作者が、初めて発表した本格的なストーリー漫画で、この作品以降、作者であるムツは、ギャグ主体から、ストーリー主体へとその作風を変えることとなる。野球漫画としては、現実的な描写が多く、ホップする直球については、 想定より沈まないことによる、目の錯覚によるものとリアルな説明もある。また、工述する千葉マリンズで千葉ロッテマリーンズに先んじて、千葉のプロ野球チームという設定や、マリーンズの名称を登場させている。甲子園常連の名門校。野球部は三軍まであり、三軍は実質戦力外とされている。一軍の殿下の宝刀。 プッシュバント攻撃は全国でも恐れられている。三軍の一軍昇格後もユニフォームは三軍時代から変更されなかった。公明の由来は長島茂雄の出身校の桜高校。桜高校と共に甲子園の座を争う名門校。過去にプロ野球選手を輩出している。通称逆転の調子工業。公明の由来は甲子園優勝校である。 長子商業高校。通称、ヒ運ンの黒潮商業。ゆえんは、甲子園に届きそうで届かない、惜しいところでエラーが起きるというものだが、単に選手が意識しすぎて、プレッシャーに弱いだけだった。全員が鉄下駄を着用している。青森代表。派手さはないが、堅実で粘り強い野球が心情。道の区行の選手は、一部場面で顔、名前、 ポジションが一致しなくなっているが、決勝戦のものを掲載する。アメリカ学生選抜チーム。桜高、道の空港のメンバーに、総本を加えた日本選抜チームとハワイで参戦した。ここでは、ハワイで出会った選抜チーム以外の人物もまとめて掲載する。秘書編に登場する架空のプロ野球の球団。セントラルリーグに属している。秘書編の連載当初は、 ロッテオリオンズの千葉移転が決定しておらず、現在の千葉ロッテマリーンズとは無関係。アスナロ、ソーボンが入団することになる。途中、オーナーにより、球団が何度も窮地に立たされるが、アスナロたちの活躍により、球団史上初のリーグ優勝そして日本一となる。飛翔編に登場するマリーンズ以外のプロ球団所属選手。 1988年10月22日から1989年9月29日まで富士テレビ系列で放送された。全40話。1985年以来、これまで富士テレビ系土曜19時30分枠においてはギャグ作品を放映してきた。しかし、昭和天皇が1988年9月19日に吐血し、描画により、 ギャグ作品が自粛となったため、それまでとは180度違う硬派なシリアス1、直線な野球アニメ作品として本作が放映された。事実上、昭和に放送開始された最後のアニメとなった。また、なぜが、同作の次に、週刊少年マガジン連載の漫画のアニメ版制作に関わるのは2017年夏、クールのアホガールと、 つれづれチルドレンまで約28年ブランクが空くことになる。初回から第17話の1989年3月25日までは毎週土曜19時30分19時58分に全国ネットで放送されたが、第18回の1989年4月14日から最終回までは毎週金曜16時30分17時に関東ローカルで放送された。 東海テレビテレビ新広島などでは打ち切りになっている。系列外ではテレビ山梨にて月曜16時25分から16時55分にて放送されていた。聖書バイブルマイナスはユニコーンのデーゲームとの共作であり結果上記のものが採用された。ありがとうございます。